野さん、今どこの筋肉を意識してトレーニングしてますか？大胸筋です。大胸筋と、はい、上腕二頭筋と、背筋もですか。じゃ上腕二頭筋よりね、負荷かけるためにちょっと肘をもう少ししっかりと曲げて伸ばすトレーニングしましょうか。あ、もうちょっと曲げれるか、もうちょっと、あ、ここでキープ、1、2、3、4、5、はい、もゆっくり戻していきましょう。ゆっくりとしっかりと肘をの伸びるように、お、いいですね。もう一回いきましょう、はい、しっかりと、もっと曲げれるか、もっと曲げ、あ、いいですね。ここでキープをしましょう。1、2、3、4、5、はい、 OK です。ゆっくり戻していきましょう。ゆっくりとゆっくりと、もう一回いきましょう。ゆっくり曲げて、ゆっくり曲げて、ゆっくり曲げて、はい、ここでキープしましょう。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり伸ばして、最後一回いきましょう。ゆっくり曲げて、ゆっくり曲げて、もうちょっと曲げて、 OK です。ここでキープを、1、2、3、4、5、はい、じゃあゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり伸ばして、いいですね。じゃあ最後1回いきましょう。ゆっくり曲げて、ゆっくり曲げて、ゆっくり曲げて、もうちょっと曲げれるかな、あ、いいですね。でここでキープしましょう。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり伸ばしていきましょう。あ、いいですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。